回は長いステージでしたが、とっても楽しい曲が処理されておりましたので、素晴らしい音楽の世界巡りができたんだろうと思います。皆さんいかがでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？はい、ありがとうございます。これからはですよ、記録記念オーケストラは楽しいラテンの曲を皆さんに届けていきたいと思います。